どうも中井です。さて、昨晩ソニーからあのカメラがついに発表されましたということで、今日はウェブサイトを見ながらちょっとつらつらとお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで、今日は昨日発表されたばかりのソニーの新しいカメラ α7R Mark5 についてお話ししていきたいと思います。結構ゆったり喋る回なので、リラックスして聞いてくれたらと思います。このチャンネルでは映像制作に関連するカメラやレンズ、その他機材に関する内容や育児に関する内容、あとはクリエイティブユニットとエクストリームとして活動してますので、テック界隈の情報なども発信していけたらいいなと思います。はい、それでは早速ウェブサイトを見ていきましょう。はい、というわけでこちらはソニーのトップページなんですけど、もう一番上にトップに出てますね、 α7R Mark5。 でも専用のページができてます。で、今回、プレゼンテーションも聞いたんですけど、一番かなり推してたところが、この知性っていう書き方してますけど、インテリジェンスっていうところをかなりキーワードとして推してました。今回のメインとして、この AI 処理の専用のチップがさらに追加されたっていうところが大きくて、それに伴って、従来の顔ですね、瞳オートフォーカスとか、動物の瞳オートフォーカスとかありましたけど、それだけじゃなくて、ここに上がってる他の画像ですね、自動車とか、飛行機、電車で、はたまた虫とか言っても世界初というふうに言われてましたけど、豚認識して、オートフォーカスしてくれるっていうのはかなり性能面でかなり向上しているという、ソフト側の進化というところが割とプッシュされてました。ウェブサイトでもそのようにこのトップのところに出てますね。結構このウェブサイト、そもそも気合入ってるというか、かなり新次元インテリジェンス感を前面に押し出したようなデザインになってます。ちょっと順番に見ていきます。これ見てたら日が暮れるんで多少飛ばしながら行きますけど、いやこれすごいですよね。結構カメラ画像から姿勢検出みたいなのはこの数年の AI の進歩でいろんなところで使われてるんですけど、それがまさにカメラに入ったかというような形ですね。で、人間の瞳オートフォーカスとかするときには姿勢自体を取られてるんで、頭の位置を追跡できたり、こんな感じでかなり被写体が小さいときでも人間の位置を特定してフォーカスを合わせ続けられるっていうようなことになってるそうです。いやすげえな。なんでこういうシーンでも、ヘルメットかぶったりしてても、人だということが分認識できて、しかも後ろ姿でも、これが人間だろう、頭部であろうというところでここにフォーカスを合わせ続けられるという、これかなりすごいなと思います。で、これは本当にあるあるで、こういうシーンってなかなかオートフォーカスにフルで任せられないところなんですけど、こういうオクルージョンですね。で、特にその人が通ったりとか、結構大きな面積のものが前通過してしまうときに、フォーカスがついていかないことが、ちょこちょこあったと思うんですけど、それが本当に物体認識、人の認識をしているっていうところで、同じ人であるっていうところまで、多分認識してると思うんですけど、後ろのフォーカスの人を、ずっと合わせ続けられると。で、動物も前からやってたんですけど、認識がさらに上がったのと、対応している動物が増えたりとか、あとこの動物もですね、後ろ姿とかでも認識できる、これペットとか撮ってる人はかなりすごいと思います。飛行機、車、電車とかも、鉄道とかもかなり多分はかどる人も多いんじゃないかなと思いますね。で、虫もこれすごいですね。マクロ撮影とかするときとか、結構フォーカス合わせって虫ってすぐ動いちゃうんで、マニュアルでやってるのって結構操作がシビアだと思うんですけど、これもオートフォーカスで結構任せられるってなったら、かなり革命的なんじゃないかなと思います。はい、
このプレゼンテーションなかなかワクワクがすごかったんで、ぜひ見てほしいです。英語版の方がかっこよかったですね。でこれが今まで最高の8段の高額の手ブレ補正ですね。これで一体どれぐらいジンバルがいらなくなるのかっていうのはすごい気になります。アクティブ手ブレ補正もさらに効くと思うので、ソニーの純正レンズ使った時にどれぐらいヌルヌルになるかって結構楽しみですね。で前からあった機能がさらに進化しているっていうのはピクセルシフトですね。センサーをちょっとずつ動かして解像度を上げる、画素数を増やすというやつですね。なんで6000万画素なんで、シフト分で2億4000万画素とか、かなりむちゃくちゃな数字になってます。で、大きいのが、動画にとって大きいのが 8K、24p ですけど 8K 撮影をやっと対応したってところが一番大きいかなと思います。 8K 撮影自体は、ね、再生できるデバイスが相当限られてはいるんですけど、クロップしても綺麗とか、かなり汎用性が上がると思います。 8K で撮っといたら、それこそ広めに撮っといて、ポートレートを縦で、切り出して縦動画の 4K とかっていうのも、横で撮った 8K から作れたりするので、ここはかなり使いどころによっては相当便利なんじゃないかなと思います。で、最近の α7S3 から α7IV まで入ってきてた S シネトーンとかクリエイティブルックとかで、その辺のところは引き続き踏襲されてちゃんと入ってるって感じですね。で操作性のところが、結構ここがいいなって思ったポイントなんですけど、これですね、背面のモニターの軸が、さらに増えて、4軸になりましたと。で前α7S3 のレビュー動画でも書いたんですけど、バリアングル自体はすごくいいんですけど、そんなに自撮りとか、こっち向かって確認する機会が少ない時にはむしろそのチルトするのが使いにくいっていう欠点が結構あって、わざと一回外にパンって出してから回すっていうワン動作が増えちゃうんで、ちょっとあまり嬉しくなかったんですけど、今回のやつは一軸増えてバリアングルにもなるし、これですね、バリアングルにもなるし、昔のチルト液晶みたいな感じにも使えるっていう、これめっちゃいいですね。ルミックスとかでは採用されてたような機構かと思いますけど、でこういう軸増えたら強度とか持たせるために結構分厚くなるような気がするんですけど、この辺はちょっとそんなに分厚くなさそうには見えますけど、この辺は実機をぜひ見てみたいなっていうところです。はい、メモリーカードの対応は変わらずですね。でこれ見たら、α7IV にも入ってたので、モードごとにカメラとカメラじゃない、スチルと写真と動画の切り替えのスイッチが入ってますね。 あとスロー&クイック3つ切り替えのスイッチがついてます。はい、で CF エクスプレスのタイプ A めっちゃいろいろありますよって紹介してるんですけど、これは完全にプロユースですね。今まで 160GB までしかなかったんでちょっと使えないなって感じだったんですけど、320GB、640GB って出て、これなら使えるかっていう容量かと思いきや、この 640GB になったら確かもう18万円9万円ぐらいの値段なので、いわゆる素人というか、アマチュアの人たちはなかなか買えるものではないので、プロユースかなと思います。デュアルスロットで入れたらSD カードで、このカードだけで40万近くになってしまうので、本体のこのカメラちょっといくらかまだ見てないですけど、50万ぐらいだとしたら、カードデュアルスロット入れて2枚とこのカメラ本体だけで100万円ぐらいになるっていう、かなり恐ろしい機材ですね。はい、で合成めっちゃありますよと、これですね、相変わらず防塵防滴に配慮した設計っていう表現は変わってないんですけど、水濡れ結構いけますよっていうのを
かなりこれは押して歌ってるなっていう印象ですね。で 8K の動画撮れるんですけどどうなののとこなんですけど、放熱構造はですね結構ごつい感じになってそうですね。まあ、S3 とか FX3 とかその辺の機構を踏襲してるんですかね。一応30分以上撮れるということになってるんで、まあ、放熱のシステムとしてはまあ十分なんじゃないかなと思います。はい、なところですね。まあ、エクスペリアと連携できますよとかいろいろ書いてます。いや、このドローンめっちゃかっこいいんですよね。はい、まあ、メインのビデオはこんな感じでしたと。でウェブサイト、この後は、まあ、プロの方のレビューだったりとかで、クリエイティブ、はいはい、稲川美香さん、いいですよね。稲川美香さんはこのここにある、まあ、今年ですけど東京都庭園美術館の、個展行ってきましたけど、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。これ行った人いたら感想をぜひコメント欄で聞かせてほしいんですけど、写真展でしたけどこの庭園美術館自体が、まあ、めちゃくちゃ貴重なというかとってもいい建物で、まあ、その中でかなり効果的にいろんな写真を、まあ、展示されてたのと、あと別館の方に、まあ、結構プロジェクションを使ったようなインスタレーションもやってて、それもかなり良かったですね。ちょっと話とは、まあ、それますけど、なんで、まあ、蜷川さんもソニーのカメラ使われてるんで、α7R Mark5、まあ、使うんでしょうねっていう感じです。はい、で 8K 撮れますというので、6100万画素のセンサーを積んでますよと、α7S3 からの流れが、まあ、この踏襲されてますね。ビヨンズのチップが XR がデュアルで積んでますよというのと、であとはなんかコンテンツあるかな。はい、でまあこれがスペックのオーバービューですね。まとまってくれてます。画素数はまあクラス最高の有効約6100万画素、リメンション写型シモスセンサーです。で最新の画像処理エンジンビヨンズ XR デュアルで積んでるのと、今回新しく、まあ、入る AI 処理に特化した新開発の AI プロセッシングユニットが入ってます。で光学の手ぶれ補正が、α 史上最高の、まあ、8段分というのと 8K24P ついに取れますというのと、あと 4K 撮るときも、画素加算なし、6.2K オーバーサンプリング、まあ、なんかクロップしてとかじゃなくてちゃんと全画素読み出しでこの画角が変わらずに高精細な 4K 撮れますよっていうところを歌ってます。これ結構重要ですね。で 422.10bit も、まあ、これまでの最近のカメラと同じように撮れますと。で先ほど僕の一押しポイントって言った、まあ、4軸になったマルチアングル液晶モニターですね。昔の α7 シリーズとかみたいに、普通のチルト液晶っぽくも使えますと。で電子ビューファインダーも、進化しててクラス最高解像度って書いてますね。944万ドット、まあ、S3 とかの時点で、まあ、結構もう綺麗かなと思ってたんで、もうこれになると本当に光学のファインダーと変わらないような見心地になってるんですかね。ちょっと期待されます。はい、おオクサウトさんとかが、まあ、レビューでされるそうですね。まあ、ユートビさん、まあ、YouTube で人気な人たちですね。渡辺和正さんも、まあ、この辺の大御所の皆さんにはやっぱり実機が事前に配られていつも通りプロモーションを取っているんでしょうね。羨ましい。はい、というのと、あとはまあ、こんだけすごいんですけど純正レンズを使って性能を最大限引き出してくださいっていう宣伝が書いてますね。はい、まあ、先日買って GM レンズレビューデビューした 35mm もおすすめリストに入ってますね。
はい、そんなところですというので、はい、まあこんな感じです。まあ、なかなかスペック的には化け物ですね。これはすごいぞっていう感じです。で、いつ発売かですけど、11月の25日発売予定ですと。で、予約は、11月に入ってからですね、11月1日の10時から予約販売開始の予定ということになってます。で、実機見たいよねに関しては、早く実機が触りたいです、見たいですに関しては、展示が書いてますね。先行展示、10月29日ですね、この週末の土日土曜日から、ソニースターの各店舗で実機が展開されるみたいです。まあ、多分これ初日は結構混むんじゃないですかね。整理券とか出たりするのかもしれないですけど、いやちょっと行けないんですけど、これまあ早く触りに行きたいですね。はい、というような感じで結構見てきましたけど、いやすごいですね。なかなかもうモリモリの、まあ、かなり化け物的なカメラだと思います。で、価格はまあ多分最近の感じを見ると、まあ、50万はしちゃうんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕がこれを買うか買わないかで言うと見送ります。はい、まあ、めちゃめちゃ魅力的なんですけど、まあ、アルファ 7S3 がもう十分で最高すぎるので、まあ、持ってる人的にはこっちにはいかないかなと思います。で、写真を撮ることもまあ結構あるんですけど、正直解像度的には全く、まあ、少ない少ないとは言われてますけど、アルファ 7S3 でもまあ十分かなと個人的には思ってるし、まあ、運用できてるので、まあ、どうしてもこの高解像度が欲しいっていうシチュエーションの時には使うかもしれないですけど、まあでも値段を考えたら、まあ、4とか、まあ、なんなら3とかでもまあ十分かもしれないですね。少なくとも動画で 8K を撮るっていう需要というか、まあ、必要も今のところはないので、まあ、あとは、データの容量は多分半端じゃないことになるし、まあ、8K の動画使い始めたら、まあ、いよいよちょっと PC もだいぶ今でもそこそこ強いのを使ってるつもりなんですけど、まあ、もっと強の PC を買わないといけなかったり、あと、まあ、8K の動画を、まあ、24p とはいえ撮ろうと思ったら、まあ、今度こそあの CF エクスプレスのタイプ A のカードを買わないといけないでしょうし、まあ、結構周辺にかかるお金があの尋常じゃないぐらいかかりそうなんで、まあ、そういう意味でもちょっとこれはあのまだ買えないかなという気がします。皆さんどうですか、まあ、これ買いますっていう人はまあどういう理由で買うかっていうのはぜひちょっと教えてほしいというか、あの興味があるので教えてほしいです。はい、はい、というわけで、今日はソニーから発表されたばかりの新しいカメラ α7R Mark V についてウェブサイトを見ながらちょっとつらつらとお話ししてきました。で、まあ、最終的にちょっとあの僕の予算というか使い方的にはちょっと買うの厳しいんで見送りますってことだったんですけど、プレゼン自体は本当に聞いててすっごい久しぶりにワクワクしてっていうのが、あの、まあ、本当にあのカメラなんですけど、まあ、こんだけあのソフトウェアがどんどん充実してきて、まあ、かなりいろんなソニーの研究とか技術力の結晶だなっていうものを感じましたし、まあ、こういう AI とかの画像認識とかどんどんカメラに入れていくって、まあ、それを本当に製品として実現していくって、開発すっげー楽しそうだなって個人的に思いました。あのすごい大変なこともあると思いますけど、まあ、かなりロマンのある開発だなと思いました。で、こんな調子でどんどんソフトウェア、ね、モリモリに進化していったら、なんだろう、まあ、編集が中でできるとか、もうそのとこまで行くんですかね。ご存知楽しみです。あと、まあ個人的にはあの昔アルファであったアプリケーションっていう機能があったと思うんですけど、ちょっと覚えてる人はあ教えてほしいんですけど、一部アルファ6500の時に僕使ってて、あのソニーのアルファのストアでタイムラプスとかライトペインティングとか、そのアプリを買うことができて、それをカメラにインストールして、カメラの中でその機能を起動するってやつですね。はい、あれ結構面白かったなと思います。ちょっと当時はあの中に入ってるチップとかの関係で
まあ、あのお世辞にもそんなに軽快に使える感じじゃなかったんで、かなり使いにくかったんですけど、まあ、今のスペックになってきたら逆にそういう、ね、スマホ的な発想というかアプリを中で動かすって普通にサクサク動くような気がするんで、もしやってくれたら、まあ、それこそねタイムラプスとか、あの撮るときってインターバル撮影でもう大量に画像を撮って保存しないといけないですけど、もう中でタイムラプス化設定した値で、あの動画にまでしてくれるっていうのを一発でできたらまあ便利だなと思います。それがそうですね、6500からあの α7S3 にまあ乗り換えて、逆にタイムラプスできなくなったのとかって、あのまあプロフェッショナル仕様だからまあそんな感じかっていう納得はまあしたんですけど、まあ、しばらく昔は使ってたなっていうのを、あのこういうソフトウェアの進化っていうのも見てちょっと久しぶりに思い出しましたというところです。まあ、今後そういうのも増えてくるのかなと思ってちょっと期待して待ってます。今回とあの、まあ、つらつらお話しする回いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとでも楽しかったよとか、あの面白かったよという方は、まあ、ぜひいいねしてほしいのと、まあ、なんかあの、ね、気になることとか、あの私はこうだよとか、まあ、買いますよとか、私は見送りますみたいなのもちょっとコメントで理由とともに教えてくれたらすごく助かります。待ってます。あとは、まあ、チャンネル登録もしまだの方いらっしゃったら、よかったらぜひチャンネル登録してください。あとは、まあ、Twitter、Instagram、各種 SNS やってますので、ぜひお気軽にフォローください。それではまた。はい、まあ、かなりモリモリの性能でしたね。まあ、その分多分価格もとんでもなくあのお高いものになるんでしょうけど、まあ、これから楽しみですね。まあ、あとまあカメラ関連で言うと、まあ、次まあ噂されている Xperia の新しい機種も、まあ、ぼちぼち発表されてもいいんじゃないかなっていうのがまあ11月に来ると思うんで、そちらも楽しみにしていきたいと思います。それではまた。